キリル・アファナシエビチ・メレツコフは、ソビエト連邦の軍人。最終階級は、ソ連邦元帥。リャザン県ン、サライスク軍ナザル・イエボの貧農の家庭に生まれる。15歳まで学校に通う傍ら両親の農作業を手伝った。卒業後の1912年に、機械校の徒弟となり、モスクワの夜間学校に通う。1915年に修行を終えると、 ズドグラで機械校として働き始めるが、高等教育を受ける準備のため夜間学校に通い続けた。この頃からツアーリズムと第一次世界大戦に反対するボリシェビキの地下活動に加わるようになる。1917年、ロシア社会民主労働党に加入し、赤英軍に参加。大体参謀となりムーロ群れの反革命法規鎮圧に従事。 ロシア内戦の最前線で戦い、第5軍第227連隊の大替政治員の当時には負傷。1918年10月に参謀教育を終了した。1919年10月から南部戦線の第9軍第14師団で参謀及び、旅団参謀長を務める。1920年1921年、アレクサンドル・エゴロフ率いる。 1> 第1騎兵軍の第4騎兵士団で参謀。1921年に陸軍大学を修了後、旅団長及びベラルーシに駐屯する第1トムスクシベリア騎兵士団参謀長。内戦終結後、1923年にカフカスの第15狙撃軍団参謀及び第9ドン狙撃士団参謀長。翌年、モスクワ軍管区動員局長。 1925年、モスクワ軍管区第一副参謀長及び副政治委員長。ついで第14狙撃士団長及びモスクワ軍管区参謀長。1932年1935年、ベラルーシ軍管区参謀長、ついで特別局党赤肌軍司令官、バシーリー・ブルヘルのもとで参謀長。 スペイン内戦中の1936年1937年、共和国政府の軍事顧問として、スペインに派遣。ついで参謀総長、ボリス・シャポシニコフの代理となる。1938年9月、ボルガ軍管区司令官、ついで、レニングラード軍管区司令官。第18回党大会で、党中央委員会候補に選出される。 第二次世界大戦初期の1939年1940年、冬戦争で第七軍司令官を務め、マンネルハイム戦を突破した。1940年6月、国防担当人民院セミオンチモシェンコの代理となり、同時期に上級大将の階級を授与される。2ヶ月後、参謀総長に就任。1941年前半、 国防担当人民委員の教育担当代理を務める。1941年6月22日に独ソ戦が始まると軍最高司令部顧問となった。しかし直後に内務人民委員部により逮捕され厳しい拷問を受けた。9月に釈放されると第7独立軍司令官に任命され、スビリ川を挟んでフィンランド軍と対峙し、 フィンランドとの継続戦争の最前線に立った。メレツコフは、フィンランド軍の攻勢をよくしのいだが、左翼の第四軍が敗れたため退却を余儀なくされた。11月8日にティフビンが陥落して、ドイツ軍の北方軍集団に背後を突かれる恐れが出てきたため、最高司令部はメレツコフに第四軍の指揮も委ねた。12月9日にティフビンを奪還してこの危機は去り、 最高司令部は、ドイツ北方軍集団の包囲下にあるレニングラードを救出するためメレツコフに4個軍の指揮を委ねた。しかし、ドイツ軍の包囲を破ることには失敗した。1942年1月から4月まで、メレツコフ指揮下の部隊は、反抗に転じた。しかし最高司令部が、レニングラード北方の指揮権を、レニングラード戦線に統一させ、メレツコフは、 ゲオレディ・ジューコフの代理及び第33軍司令官に転出した。しかしこの措置により組織上の混乱が生じ、レニングラード方面での攻勢は頓挫した。このため1942年6月にメレツコフにレニングラード北方での指揮権が戻った。1944年1月から3月の冬季構成によりドイツ中央軍集団は、 バルト三国までの交代を余儀なくされた。戦線が縮小したため方面軍の改組が行われ、メレツコフはカレリア地方でのフィンランド軍との戦闘を指揮した。メレツコフの指揮するソ連軍の攻勢により、フィンランドは9月にソ連と停戦協定を結んだ。先行を称され、1944年10月にソ連邦元帥に列せられる。1945年3月、 第一極東戦線司令官に転じ8月のソ連対日産戦の際は、沿海地方から満州国に侵攻して日本軍を破った。太平洋戦争の終結により、9月にこの方面軍は解散した。第二次世界大戦での戦功により、勝利勲章を受章。戦後は各地の軍艦区司令官を務めた後、 1955年から1964年まで国防省参謀を務めた。同時にソ連退役軍事任委員会代表を務める。1964年からソ連国防省総監グループの一員となった。モスクワで死去。ありがとうございます。